フライングフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトウ級潜水艦の一隻。艦名は、飛びオカの総称にちなむ。その名を持つ艦としては、1838年からの、チャールズ・ウィルクスの南極探検隊に加わった、小型スクーナー以来2隻目。なお、退役から16年後に、スタージョン急原子力潜水艦24番艦として3代目。 フライングフィッシュが収益している。イダテントビューオブラックウィング、フライングフィッシュフライングフィッシュは、メイン州キタリーのポーツマス海軍交渉で寄港する。1941年7月9日に、ドロシーキンメルによって浸水し、艦長グリーンアールドナホ少佐の指揮した、新珠湾攻撃からわずか2日後の1941年12月10日に、収益する。 フライングフィッシュは1942年4月に所定の訓練を終え5月2日に真珠湾に開港された5月17日真珠湾を出撃しミッドウェイ島で給油の後ミッドウェイ島に来襲が予想される日本艦隊に対する警戒艦の一隻としてミッドウェイ海戦に参加した6月4日から6日まで警戒艦として活動した後 6月9日にミッドウェイ島に一旦帰島し整備を行った。6月11日、フライングフィッシュは最初の紹介で台湾方面へ向かった。6月17日、フライングフィッシュは北緯26度07分時計157度23分、北緯26.117度統計157.383度。 26.11757.383の地点で5000トン級タンカーを発見して、魚雷を2度にわたり計7本発射し、2本が命中したと判断されたが、相手は高速で走り去っていった。6月30日には、北緯26度40分統計121度03。 ふん、北緯26.667度統計121.050度、2 6 6 6 7十2 1 0 5 0の地点で、日米交換戦コンテベルデを発見。翌7月1日、フライングフィッシュは、北緯26度23分統計120度48分、北緯26.383度統計120.800度。 26.38320.800の地点で4500トン級輸送船を発見して、魚雷を3本発射。しかし魚雷は命中せず、相手は中国大陸沿岸部の島諸管を縫って、どこかに去ってしまった。7月3日夕刻には、北緯26度31分統計121度03分。 北緯26.517度統計121.050度、2 6 5 1 7十2 1 0 5 0の地点で、大型輸送船、深夜に入り北緯26度18分統計121度00、分、北緯26.300度統計121.000度、26.300121.000、の地点で、 ミネ風型駆逐艦と、オボ式艦艇を発見して、魚雷を2本発射したが、命中しなかった。7月4日にも、北緯25度58分統計122度04分、北緯25.967度統計122.067度、25.967122.067の地点でントン級大型漁船に対して、魚雷を1本発射したが、 これも命中しなかった。結局、フライングフィッシュは一石の戦果も上げることができなかった。7月25日、フライングフィッシュは51日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。8月15日、フライングフィッシュは2回目の紹介で、トラック諸島方面に向かった。8月25日、フライングフィッシュはトラック北方の海域に到着。 3日後の8月28日、フライングフィッシュは2隻の駆逐艦と哨戒機に守られて、トラック北水道から干渉内に入ろうとした、日本艦隊と遭遇した。この艦隊は、アメリカ海兵隊のガダルカナル島上陸に降下し、連合艦隊司令長官山本56大将が、上艦していた、連合艦隊機関の戦艦山本と空母大高。 駆逐艦三隻で構成された艦隊であり、第二次ソロモン海戦の間接援護を打ち切って、トラックに寄投するところだった。ヤマトを、混合型戦艦と判断し、ヤマトを目標に魚雷4本を発射したが、4本のうち1本は、ヤマトの艦尾をかすめ、残る3本のうちの2本は、ヤマトの手前で新艦が鋭敏すぎたか、爆発してしまった。しかし、 爆発音を聞きヤマトの右舷側に水柱が2本立ったのを観測したフライングフィッシュのドナホ艦長は命中と思い込んだフライングフィッシュは第二撃で駆逐艦を狙い魚雷2本を発射しようと準備を行っていたがその時フライングフィッシュの上空を紹介していたヤマト搭載の零式水上偵察機がフライングフィッシュを爆撃したそれにこ応して 駆逐艦カ塩とサザナミが猛烈な爆雷攻撃を2時間にわたって行い、特に塩は45個もの爆雷を投下した。フライングフィッシュの絶縁器具や機器類、エンジン室が大なりこなり、ダメージを受け、艦尾発射管に搭載していた魚雷1本も爆発のショックで誤作動を起こし故障してしまった。フライングフィッシュは深く先行して、 ようやく猛烈な攻撃から逃れることができた。フライングフィッシュは8月29日の早朝になって、浮上し、応急修理を施して、紹介を続行したが、5日後の9月2日、北緯07度46分統計151度57分、北緯7.767度統計151.950度、7.767151.950の地点で、 トラックに入港しようとした、特設捕獲網低圧坂丸と交戦した。630メートルの至近距離から魚雷を2本放ったものの、1本は命中したが不発に終わり、もう1本は命中せず、逆に、厚坂丸から爆雷攻撃を受けた。フライングフィッシュは新深,深度先行で被退しかけたが、8発の爆雷で後部を中心に浸水が発生。 センダもダメージを受け人力相ダに切り替えて操作するハメとなった。二度にわたってダメージを受けたフライングフィッシュは紹介を中止した。9月15日、31日間の行動を終えて真珠湾に帰投した。10月27日、フライングフィッシュは3回目の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。11月3日から4日にかけては、 ミリカン症を起で紹介。その後ソロモン諸島方面に移動し、11月14日と12月4日、12月8日に3度、攻撃を行った。11月14日に、難易06度51分50秒、統計159度59分30秒。 南位6.86389度統計159.99167度、マイナス6.86389、159.99167の地点で行われた攻撃は、第三次ソロモン海戦の戦場に向かう近藤信武、中将の機関である従順洋艦アタゴに対するもので、あり、魚雷を6本発射したが命中しなかった。12月4日には、 南位08度13分統計158度19分、南位8.217度統計158.317度、マイナス8.217、158.317の地点で、レーダーにより、目標を探知し、やがてその姿を見せた、駆逐艦に対して、水上攻撃で魚雷を4本発射し、1本が命中して、駆逐艦一隻を撃沈したと判断される。 続いて、別の駆逐艦に対して、魚雷を2本発射したが命中しなかった。12月8日にも、南位07度43分統計157度27分、南位7.717度統計157.450度、マイナス7.717、157.450の、ニュージョージア島最北端。 ビスビス岬近海で4隻の駆逐艦を発見して、魚雷を4本発射し、この攻撃でも、駆逐艦1隻に魚雷を1本命中させて、撃沈したと判断された。12月16日、フライングフィッシュは50日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。1943年1月6日、フライングフィッシュは4回目の紹介で、マリアナ諸島方面に向かった。 ビスマルク諸島、カロリン諸島を抜けて、グアムと台湾間の航路に到着。1月26日、フライングフィッシュは、グアムアプラ港内に、貨物船が停泊しているのを認めた。フライングフィッシュは、郊外から攻撃することとし、満潮を待って、珊瑚礁越しに、貨物船に向けて、魚雷を発射、命中させた。この貨物船は特設運送船東海丸であり、 東海丸は、魚雷命中により、航行不能となった後、5月5日にパーミットからの、8月27日に、スナッパーからの雷撃を受けて沈没した。2月6日には、テニアン島で2役中の特設運送船ナギヤマ丸に、対して、魚雷を3本発射して1本を、命中命中させ、ナギヤマ丸は、沈没を防ぐためやさせに座礁した。間を置いて、 駆逐艦と、おぼしき艦艇に対して、魚雷を一本発射したが、これは命中しなかった。2月16日にも、北緯18度35分統計145度55分、北緯18.583度統計145.917度、18.583145.917 18. のバガン島沖で、特設運送船ひなた丸を撃沈した。2月28日、 フライングフィッシュは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。3月24日、フライングフィッシュは5回目の紹介で、日本近海に向かった。4月12日、フライングフィッシュは、北緯41度22分、統計141度29分、北緯41.367度、統計141.483度。 41.36741.483の三の尻屋先沖で輸送船、第12札幌丸に対して、魚雷を4本発射し1本を命中させ、第12札幌丸は大破漂流の末沈没した。翌4月13日には、北緯41度58分統計141度15分、北41.967度統計141.250度、 41.96741.2250、e、の地点で陸軍輸送船先止まるに対して魚雷を4本発射し2つの爆発音が聞こえて命中と判断されたが実際には先止まるから約100メートル離れたところで爆発したものであり先止まるはこれを特殊機雷と報告した4月15日には 北緯41度58分統計141度08分、北緯41.967度統計141.133度、41.967141.133の江山岬灯台の沖合で、陸軍輸送船西流丸を撃破。4月17日にも北緯42度00分統計143度20分。 北42.000度統計143.333度、42.000143.333の襟もみ先置きで、陸軍輸送船、天美ノルマルに対して、魚雷を4本発射して1本を命中させて撃沈し、四月十四日にも、北十一度十二分統計四十一度二十分、北一点七零零度統計十一点三三三度、 41.700141.333の津軽海峡東口で輸送船団を攻撃し輸送船カスガ丸を撃沈した5月1日には北伊41度00分統計141度25分北伊41.000度統計141.417度41.000141.417の地点で輸送船東栄丸に対して 魚雷を4本発射し、2本が命中と判断されて、東映丸を撃破した。5月11日、フライングフィッシュは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。ドナホ艦長は、チャールズ・エロック・ウッド少将から5連続紹介を、ねぎらう休息を与えられ、艦長が、フランク・ティー・ワトキンス大佐に一時的に変わった。6月2日、 フライングフィッシュは6回目の紹介で台湾方面に向かった。6月10日、フライングフィッシュは北緯24度55分統計145度30分、北緯24.917度統計145.500度、2 4 9 1 7十4 5 5 0 0の小笠原諸島近海で発見した輸送船団に対して、 攻撃を行い、魚雷を三本発射して一つの命中を得たと評価される。台湾海峡に到着して、後の7月2日、フライングフィッシュは、北緯24度42分統計119度00分、分北緯24.700度統計119.000度、24.700、119.000、あるいは、 北緯25度07分統計119度18分、北緯25.117度統計119.300度、25.11719.300の、先週起きで輸送船関東丸を発見し、魚雷を4本発射して3本を命中させて撃沈。7月10日には、北緯25度25分統計133度43分、 北緯25.417度統計133.717度、25.417、133.717の地点で、輸送船団を発見して2日間にわたって、追跡したが、燃料の都合によりやむなく追跡を断念した。7月11日には、北緯24度05分統計135度33分。 北緯24.083度統計135.550度、24.083135.550の地点で38メートルほどの帆船を銃撃、炎上させて撃沈した。7月27日、フライングフィッシュは55日間の行動を終えて、真珠湾に帰島2度目のオーバーホールに入り、休暇を終えた、ドナホ少佐が、艦長に復帰した。 10月4日、フライングフィッシュは7回目の紹介で、パラン方面に向かった。この途中、フライングフィッシュは、空母、沖高が、日本本土へ向けて北上中という無電を受信し、10月18日、未明、フライングフィッシュは、北緯19度31分統計145度20分、北緯19.517度統計145.333度、 19.51745.333のサイパン島北方で、ジグザグで航行中の沖高に向けて、魚雷6本を発射し、爆発音が聞こえて1本の命中と判断されたが、実際にはいずれも沖高には全く届いておらず、沖高はそのまま横須賀に向けて去っていった。10月27日夜、フライングフィッシュは、 北緯12度02分統計134度28分、北緯12.033度統計134.467度、13 12.033134.467の地点で、フロ0ペクナナ団を発見し、午前と午後の2度にわたる攻撃で魚雷を、計10本発射して、海軍朝陽船何万が丸を撃沈した。 日付が10月28日に変わった後の3度目の攻撃では第31号小海底に対して魚雷を4本発射するも命中せず明け方にも4度目の攻撃で魚雷を3本発射したが命中しなかった11月6日フライングフィッシュは34日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島艦長がロバート・ディー・リッサー少佐に変わった 11月30日、フライングフィッシュは8回目の紹介で、台湾方面に向かった。12月16日、フライングフィッシュは、北緯22度14分統計120度06分、北緯22.233度統計120.100度、2 2 2 3 3二2 0 1 0 0の、 高沖合愛で第447船団を発見し、魚雷を3本発射して輸送船銀マ丸を撃沈。12月27日には、北緯21度25分統計118度05分、北緯21.417度統計118.083度、21.417118.083の、高沖で、非27船団を発見し、2度にわたって、魚雷を、 計8本を発射して、特設運送船被災丸に4本命中させてその、行き足を著しく遅くさせ、3度目の攻撃で魚雷を2本命中させて、被災丸を撃沈した。1944年1月28日、フライングフィッシュは59日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。2月22日、フライングフィッシュは9回目の紹介で、 南西諸島方面に向かった。3月12日午前、フライングフィッシュは、北緯25度57分統計131度19分、北緯25.950度統計131.317度、25.950131.317の北大東と東,東白地に停泊中の輸送船、安人丸を撃沈したのに続き、 3月15日、深夜の北緯27度31分統計128度26分、北緯27.517度統計128.433度、27.517。十八点四三三の地点における沖き百0戦に対する攻撃では魚雷を四本発射して一本の命中と判断され、日付が三月十六日に変わった直後は、 北緯27度38分、統計128度38分、北緯27.633度、統計128.633度、27.633、十2 8 6 3 3の沖の選ぶと沖で再び沖502千団を発見し、魚雷を6本発射して輸送船安山丸を撃沈。明け方にも、 北緯28度06分統計128度57分、北緯28.100度統計128.950度、28.100、128.950の地点で、沖502仙台への攻撃を行ったが、発射された4本の魚雷は命中しなかった。3月30日には、北緯27度05分統計128度10分、 北緯27.083度統計128.167度、27.083128.167の地点で4隻の輸送船団を発見して、魚雷を4本発射するも命中せず、4月1日には、北大東島に舞い戻り、白地に停泊中の陸軍船南丸を撃沈した。4月11日、フライングフィッシュは49日間の行動を終えて、 マジュロに帰還した。5月4日、フライングフィッシュは10回目の紹介で、フィリピン東方海面に向かった。5月25日朝、フライングフィッシュは、北緯11度12分統計135度14分、北緯11.200度統計135.233度、13 11.200135.233のヤップ島、北西370キロ地点付近で、 第3503戦団から分離して、サイパンからやってきた戦団を発見。まず輸送船大阪丸の右辺に魚雷を命中させ、ついで海軍徴用船台東丸にも魚雷を命中させて、両船を撃沈し、戦団を全滅させた。その後、フライングフィッシュは、 パラオとサンベルナルジの海峡の間を重点的に紹介するよう命じられた。6月13日、タウイタウイ沖で小沢寺三郎中上機下の第一機動艦隊を監視していたレッドフィンが出撃を確認し通報したためである。第一機動艦隊はフライングフィッシュが行動している海域を通過することが予想された。6月15日16時30分。 フライングフィッシュは、北緯12度47分統計124度22分、北緯12.783度統計124.367度、12.783124.367の地点で、サンベルナルジの海峡を通過した第一機動艦隊を発見。艦隊には少なくとも三隻の戦艦と三隻の空母がいると思われ、戦艦のうち一隻は、 長戸型戦艦であろうと識別される。フライングフィッシュがこの時発見したのは、第一機動艦隊の前衛である、兵部隊であった。フライングフィッシュは直ちに追撃したものの、先行状態では、到底追いつけず、発見から約2時間後の日没とともに接触を、失い。日没後に浮上し艦隊発見を、司令部に通報した。 フライングフィッシュ自体は、直後のマリアナ沖海戦で直接戦果を上げたり、することはなかったが、情報で間接的に勝利に貢献した。フライングフィッシュは6月23日まで勝クに、とどまった後マヌス島に進路を向け、6月30日にマヌス島に帰港。7月5日、フライングフィッシュは61日間の行動を終えて、ブリスベンに帰島した。8月1日、 フライングフィッシュは十一回目の紹介でフィリピン方面に向かった。八月九日にフラウンダーと共にマヌス島に帰港し補給の後ダバオワンのショークに到着。八月二十二日フライングフィッシュは北緯0六度0八分統計二十五度四十五分北緯点一三三度統計十五点七五零度六点一三三百二十五点七五零の 地点で輸送船団を発見して攻撃態勢に入ったが反撃に出た千鳥型水雷艇とおぼしき艦艇と交戦し魚雷を3本発射したものの命中しなかった8月29日フライングフィッシュはミオスウンディ島に寄港して給油を行い紹介を再開した9月7日フライングフィッシュは北緯01度11分、度28分計度 北1.183度統計124.467度、1.183124.467のアムラン湾沿いの陸岸を観測していたところ、1機の99式総発系爆撃機と3機の1式戦闘機等のような建築物が見え、これを日本側の秘匿飛行場の存在を示す証拠として通報。それらは、 ほどなく実施された第38任務部隊による、この地方への攻撃に役立った。フライングフィッシュは、セレベスト方面で搭乗員救援等の任務に、従事した後本国へ進路を向け、10月18日に、ミッドウェイ島に帰港。10月22日、フライングフィッシュは81日間の行動を終えて、真珠湾に帰島 ハンターズポイント造船所に開港されてオーバーホールに入った。5月29日、フライングフィッシュは12回目の紹介でバーニー作戦に参加して日本海に向かった。このバーニー作戦はこの時点の日本に残されたほぼ唯一の重要航路に打撃を与えるものであり、津島海峡の機雷源突破と日本海を悠然と航行する日本船は目標の減少に嘆いていた。 潜水艦部隊にとっては、絶好のスリルでありえものであった。この作戦には9隻の潜水艦が投入され、ヘルキャッツヘルキャッツと命名された。各潜水艦は3軍に分けられ、シードッグ艦長の RT ハイデマン少佐が総司令となった。フライングフィッシュは、ボーフィンティノサとともにウルフパック、リッサーズボブキャッツリサー S ボブキャッツを組み、第一陣。 ハイデマンズヘップキャッツハイドメン S ヘップキャッツが5月27日に出撃してから48時間後に出港し津島海峡に進出した。リレー式に津島海峡を突破したシードッグ以下の潜水艦は3軍それぞれの担当海域に向かい6月9日日の出時と定められていた攻撃開始を待った。リッサーズボブキャッツは朝鮮半島東岸に進出した。 6月10日、午前、フライングフィッシュは、北緯41度40分統計129度52分、北緯41.667度統計129.867度、41.667 12、129.867 41. の清津う沖で、海上トラックと目された、輸送船タガマルを発見して、魚雷を3本発射して、これを撃沈。翌6月11日未明には、 北41度47分統計131度44分、北41.783度統計131.733度、41.783131.733の、ラツオキ26帰りの地点で、陸軍船際星丸に対して、魚雷を3本発射して撃沈した。6月13日昼頃には、 北42度07分統計130度13分、北42.117度統計130.217度、4 2 1 1 7三3 0 2 1 7の地点で4000トン級輸送船とトロール、線形護衛艦を発見し、それぞれの目標に対して、魚雷を3本ずつ発射したが、この攻撃は成功しなかった。さらに6月15日には、 北緯41度50分統計129度55分、北緯41.833度統計129.917度、41.833129.917 41. の気をつこうと、ラツカンの海域で、レーダーにより小型ボートの群れを探知し、2時間ばかりの攻撃で10隻ばかりを撃沈して2隻を海岸に座礁させた。 6月20日午後にも北緯41度45分、統計129度50分、北緯41.750度統計129.833度、41.750129.833の気圧高近海で6700トン級輸送船に、対して魚雷を3本発射したが、1本が海岸に命中して爆発し、他の2本も命中せず、輸送船は、 気津港に引き返していった。フライングフィッシュは、両艦とともに、6月24日夜に、宗谷海峡西側に到着。6月19日に、富山湾で打ち取られた、ボーンフィッシュ以外の、シードッグ以下の各潜水艦は、翌25日正午に、ノームの中を2列重人浮上高校で海峡を通過し、オホーツク海に入った。 7月4日のアメリカ独立記念日、フライングフィッシュは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰還した。南北戦争のモニターのようなソナーを内蔵した司令塔を装着した、フライングフィッシュ戦争が終わると、フライングフィッシュは9月21日にニューロンドンに凱旋した。続く8年にわたって、フライングフィッシュはニューロンドンを拠点として、 ロングアイランドサウンドおよびブロックアイランドサウンドにて、予備役兵の訓練、バージニア岬沖で、外国海軍の兵員に対する訓練、カリブ海での大規模演習への参加、港の訪問を行った。1950年11月29日に、フライングフィッシュは、アグス -229 に、艦首変更される。1951年1月11日に、フライングフィッシュは、 予備役訓練艦隊の機関任務を完了し、水中音響研究所のソナー実験に参加する。1952年2月29日午前10時53分に、フライングフィッシュは潜水艦史上5000回目の潜水を記録した。これはアメリカ海軍潜水艦中初めての達成であった。この達成を記念して、ダンキンボール海軍長官が参加してのパーティーが開かれた。 1953年12月31日にフライングフィッシュは予備役となり1954年5月28日にニューロンドンで退役1959年5月1日にスクラップとして売却されたフライングフィッシュは12回の紹介で第11回を除くすべてが成功として記録されたフライングフィッシュは第二次世界大戦の選考で12個の 従軍聖賞を受賞した。撃沈した敵艦の総トン数は五万58,306トンに、上る。この経緯から、東海丸撃沈は、フライングフィッシュとスナッパーの共同戦果となっているが、パーミットは魚雷を命中させたにもかかわらず、共同戦果に連ねることはできなかった。ザオフィシャルクロノロジーオブザ US ネ a ビーイ n World ー a r 2 Chapter V, 1 9 4 ハイパワー、2012年1月22日閲覧。では、このホブ船を、ジャパニーズガーデンボートナンバー8高取丸、としているが、第8高取丸という特設関指定は見受けられない。ありがとうございます。